山下彰翔は、北海道札幌市西区出身のプロ野球選手。右投左打。中日ドラゴンズ所属。北海道札幌市西区で生まれた。5歳の頃に家族と千葉県千葉市美浜区に転居し、6歳の時に4歳上の兄、気象の影響を受け、小学校で投手として野球を始めた。磯部シーグルスに所属し、最初は右打ちだったが、4年生時に足の速さを生かすため、左打ちへ転向した。千葉市立磯部第二中学校に進学して、硬式野球の千葉西シニアに所属。野手に転向して、外野手を中心にプレーした。習志野高進学後に、捕手に転向。1年夏からベンチ入りし、秋からはレギュラーに定着。秋季関東大会は、準優勝。2年時の春には、第81回選抜高等学校野球大会に、出場した。チームは2回戦で敗退。2試合で5打数2安打1打点だった。夏の千葉大会はベスト4。秋からは主将を務め、3年時の春は県大会を制し、関東大会で準優勝した。夏の千葉県大会では準決勝でこの年の甲子園、出場校成田高校と対戦。敵地打を打つが、相手エースの中川亮二に三振、3から4で敗れた。この大会では2本塁打を含む16打数10安打と活躍した。2010年10月28日のプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスが1位指名。背番号は22。福岡ソフトバンクホークス時代道場2011年7月25日に富山市民球場アルペンスタジアムで開催されたフレッシュオールスターゲームに選出され、4回表から松井正人に代わり捕手として出場した。8月25日の試合前のシートノック中に、送球が右目付近に当たり担架で運ばれたが、福岡市内の病院で検査の結果、打撲と診断された。一軍のリーグ優勝決定後、10月4日に初の一軍昇格、3日間ベンチ入りしたが、出場機会はなかった。二軍では82試合に出場し、50試合先発マスクを経験し、4本塁打。オフはオーストラリアンベースボールリーグに参加し、11月4日から12月7日まで16試合の出場で53打数18安打、打率340、オプス868、規定打席未到達ながら打率はチームトップだった。2012年は春季キャンプで寝坊による遅刻で2軍行きとなり、シーズンを通して公式戦出場はなかった。オフには11月24日から12月22日まで行われた台湾のウィンターリーグに派遣され11試合に出場した。2013年4月4日のウエスタンリーグ対オリックスバファローズ戦でランニングホームランを放った。5月6日の対千葉ロッテマリーンズ戦で4回西一塁から細川徹の代打として公式戦初出場し、左飛だった。5回からそのまま捕手の守備につき、7回の2打席目で、プロ初安打、本拠地福岡ヤフオク。ドームでの初安打、江尻慎太郎、二保朝日、金沢武人をリードし、5イニングを2失点だった。5月7日に一旦抹消となったが、以降4回昇格。6月25日東京ドームで行われた対、北海道日本ハムファイターズ戦で9番捕手として初の先発出場を果たすと3回にブライアン・ウルフからファーストへの内野安打で出塁し、内川誠一の逆転タイムリーヒットで生還、プロ初得点を記録した。守っては先発の山田大輝をリードし、初回にミチェル・アブレイユに先制タイムリー二塁打を打たれたものの、5イニングを1失点に抑え、1点リードしたまま山崎勝美へ。バトンタッチした。6月30日、QVC マリンフィールドで行われた、対千葉ロッテ戦で3回の守備から捕手で、出場、2打席連続で安打を放ち、プロ初となる、マルチ安打を、家族の住む地元で記録した。7月18日秋田小町スタジアムで行われた、フレッシュオールスターに、自身2度目の選出、4番捕手として、先発出場したが2打席凡退だった。守っては先発の東浜家をリードし16球すべて直球勝負で2回を無失点に抑え、続く岩本明、金田和之、戸田孝也と組んで、イースタンリーグ選抜打線を9者連続の凡退に打ち取り、5回を無失点に抑えて交代した。1軍では11試合出場し、2試合先発マスクを被った。2軍では先発マスクを61試合被り、自己最高の打率256、5本塁打、7盗塁を記録したが、2011年以降3年連続となるウエスタンリーグ最多ホイツ、捕手最多失策も記録した。10月6日、ファーム、日本選手権に8番捕手で先発出場し、得点にはつながらなかったが4打席で1安打1、四球、最後までマスクをかぶりチームの日本一に貢献した。2014年右肩の不調により春季キャンプは、ビリ組で過ごした。5月6日に1軍へ昇格し、5月14日、QVC マリンフィールドで行われた、対千葉ロッテ戦で11回表に、リオーハルの代走として出場したが、5月16日に、抹消され2軍でシーズン終了を迎えた。2軍では61試合先発マスクを被り、打率を263に伸ばした。10月4日はファーム日本選手権に9番捕手として先発出場した。10月24日、鶴岡慎也の扁桃炎離脱により1軍の全体練習に招集されたが、状態が回復し、日本シリーズのベンチ入りは叶わなかった。2015年から登録名を明翔へ変更した。開幕を1軍で迎え、開幕3戦目となる対千葉ロッテ戦で2年ぶりの先発出場を果たしたが、5回1失1塁同点の場面で本塁クロスプレーの際に今井俊明の体当たりをブロックして、生還を阻止して1失点に食い止めたが、左膝を痛めて負傷退場し、3月30日に福岡市内の病院で精密検査の結果、左膝内側側副靭帯の部分断裂と診断され、同日出場選手登録を抹消された。4月17日のウエスタンリーグ対オリックス戦で実戦復帰し、4月24日に1軍へ復帰した。2016年は春季キャンプで監督の工藤公康の勧めから振り子打法に取り組み、3月25日に行われた開幕第1戦の対楽天戦において開幕スタメン捕手として抜擢されるが、開幕投手の摂津正が3回6失点の結果に終わる。開幕戦以降、先発マスクで起用されるも、起用された試合でのチームの勝利がなく、4月12日の対西武戦において6度目の先発マスクでようやく初勝利を挙げる。4月20日の対ロッテ戦で、和田毅の完封勝利をアシストするも、5月11日の対ロッテ戦において、8回表に3被本塁打を食らうなど、リードに安定感を欠き、5月12日に1軍登録を抹消され、開幕スタメンながらも13試合の出場、打率231に終わる。11月3日、契約更改交渉を行い、80万円アップの1060万円でサインした。2017年、宮崎春季キャンプで、甲斐拓也、張本雄大、栗原陵矢らと共に、若手捕手4名が A 組スタートとなったが、開幕1軍登録を逃す。今シーズンの1軍公式戦の出場は、10月8日に、コボパーク宮城で行われた、レギュラーシーズン最終戦である、対楽天戦の1試合のみにとどまる。2軍公式戦では90試合に出場し、打率276、6本塁打、54打点を記録するが、栗原や久喜竜平の台頭で、指名打者や一塁手での起用もあり、捕手としての出場は52試合だった。11月11日、西田哲郎との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍が発表され、11月14日付で東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍した。11月16日の25歳の誕生日に、楽天のキャンプ地である、岡山県倉敷市にある、倉敷マスカットスタジアムで、入団発表会見を行った。背番号29に決定、推定年俸1060万円で、契約合意し、登録名もソフトバンク時代の明翔から本名の山下明翔とすることも合わせて発表した。会見後、即練習に合流した。2018年は7月24日にプロ初ホームランとなるサヨナラ2ランホームランを放った。2019年は古巣相手となる5月3日のソフトバンク戦にて途中出場ながら自身初の2打席連続ホームランを放った。6月2日の横浜 DeNA ベイスターズ戦では逆転2ランホームランを放ち、キャリアハイとなるシーズン3本塁打を記録した。2020年は移籍後最少となる8試合の出場に終わり、11月5日に戦力外通告を受けた。12月12日に中日ドラゴンズより育成選手として契約することが発表された。背番号は209。遠投115メートル、二塁送球 1.74 秒の強肩に加え、一歩目の出足の速い守備が持ち味。プロ1年目に、球団会長の王貞治からスローイングを評価された。走塁でも三塁到達 11.89 秒をマーク、50メートル走 5.9 秒の俊足も持ち味。打撃では、高校通算35本塁打をマーク。高校3年時にツイスト打法を取り入れ、選球眼も兼ね備える。好きな言葉は、ありがとう。好きな選手には、城島健司、目標とする選手には、安倍晋之助を挙げている。チームの中心は試合を抜けたら、ダメという考えを持ち、高校3年春の関東大会では、ヘッドスライディングの際に、右手の人差し指を骨折。指が曲がって、骨が突き出た状態ながら、試合に出場し、送球は、シュート回転しながらも二塁送球1秒台をマークした。野球を始めるきっかけになった兄、貴翔はインディーズバンド、シュガーレス・インファントのボーカルをしている。その兄への感謝を込め、登場曲は兄のバンドの曲を使っている。明翔に関するカテゴリー。ありがとうございます。